死臭死、臭死、肥臭マイナス氏は、中華人民共和国チャンス省上女子に位置する研究氏。古くはの名で知られる。1912年、民国元年に県となり、1992年10月に研究氏に昇格した。臭氏は、女子臭死が位の東に位置し、すぐ北は、山東省総省市である。チャンス省、山東省、河南省、 安徽省の四つの省が接する地で、チャンスー省の北端にある助州連区も港都市県の中央に位置している。連区向こうから助州、海風、西安へと東西を結ぶ、廊海鉄道に、河北と河東を結ぶ、大運河、現在の軽区以外運河がクロスしており、チャンスー省北部、山東省南部の水陸交通の要所となっている。州は、河北平原の東南部、 黄河とワイの中石平野である、黄淳平原に位置している。黄河の旧華道が地域を通っている。北には、この山湖、南に、落馬湖と大きな湖に囲まれている。すぐ、北の山東省総省市大寺総区との間はけ、営、食い運河が境界線になっている。戦国時代から、疎官戦争にかけて、中原の南に位置する火火は、 各国の激しい争奪戦の舞台となってきた。特に隣接する、北条、北条、現在の徐州市中心部は、宗や宗が争い国都としたほか、宗の維新の末裔だった、皇吾も本拠地を北条に置いたため、家避も同様に戦火が及んだ。家避は、後に劉邦の軍師となった菅の維新、長領が、陳将、五皇の乱が起こるまで隠れ住んでいた町でもある。 李白は後にこの地に来たとき、長領の古事をもとに、強化費橋懐、長志肪、下費の橋、異教を経て、長志肪を、海有の詩を作っている。前漢の時代は下費は、祖国に属し、漢の経済的な中心地として北上などとともに、繁栄したが、三国時代には再び多くの武将の争う地となった。初期の劉備の本拠地であり、両夫、 カウラが守っていた都の城として、三国支援儀などでよく知られている。その後、ワイガ流域で中国の南北の境に位置する下避は、宋と金の戦争など数多くの舞台となった。また一方、その経済力や文化の蓄積をもとに、多くの学者や文人を出していることでも知られている。近代に入り、中華民国の建国と同時に、県と解消された、県は、 呂海戦が通り、また、東西南北の鉄道が交差する徐州の近くにあったため、再び戦乱の地となった。特に日中戦争では、南京方面へ南下する日本軍と徐州を守備する中国国民党軍の間で1938年春に戦われた徐州海戦の際、大地層、現、山東省総庄市の一部をめぐって、日中戦争でも最大級の戦闘、 大事層の戦いが起こった。大事層の南に位置する県の園子符号などの里や賃では国民党軍に対する補給が行われたが国民党軍の死闘により日本軍は結局大事層を落とせないまま撤退することとなった。日中戦争終結後の国境内戦、特に1948年末の Y 海戦役では県をめぐる争奪が繰り返された。共産党軍は 日中戦争から国境内戦の間、新四軍祖北地帯が県の北部から山東省南部のほの山湖に勝ての小京地帯を根拠地にして遊撃区としゲリラ攻撃を繰り返した。三国時代において火火に関しては以下のような逸話がある。火火は当県の家臣であった、総評の都城であったが、当県の死後劉備が助手を譲り受けた際に本拠地として 総評を部下とした。しかし、劉備を頼って逃げ延びてきた両夫は、劉備が演術と睨み合っている、ルスの間に、総評と共に、下費を乗っ取り、助手死示を自称して逆に、劉備を部下にして、近くの勝敗の城に追い出してしまった。しかし後日、曹操と劉備の連合軍に攻められた時、陳昇の助言により両夫は、下費へ、祭祀や金銀氷楼を移させた。しかしその後、 陳昇のが裏切り、両夫はここで牢状した。三ヶ月の包囲と、陶器の水攻めの末、両夫の軍勢の指揮は低下し部下の武将の裏切りにあって、曹操、劉備連合軍に捕まり打ち首になった。劉備は曹操により上表され、左将軍となり、助手を与えられた。劉備は勝敗を引き続き本拠とし、下避を幹部に守らせた。だが、友好関係にあった曹操と劉備は、 劉備が炎症と連合したことなどを機に決裂。曹操は自ら助手に攻め込み、劉備軍は試算した。下避の幹部は曹操の策にはまり、三つの条件を出して降伏したが、捕虜となっている。四街道二十一鎮を管轄する。街道、東古街道、運河街道、放射街道、大街道鎮、上鎮、漢湖、鎮、四古鎮、宿羊山鎮、 八義州鎮、土山鎮、天草鎮、港上鎮、数草鎮,鎮、仙城鎮、新川鎮、八祖寺鎮、鉄府鎮、高輪鎮、鎮老鎮、慶老鎮、大草鎮、車屋山鎮、遠子府鎮、長鎮、義道鎮。著名な歴史上の人物が多くの地から出ている。夏朝の慶中や戦国時代に日の地に封じられた聖の最小。 通期などである。新朝の頃、にいた、皇籍はこの地ゆかりの長領に捧げる書、長領おさむりを書いている。孫文の率いた中国同盟会の会員、女国隊は、皇校と共に1911年に、甲州武装放棄に参加し倒れたが、同志らと共に、甲州の帰化皇に祀られている。革命文学、紅れないにも登場する、少年、小来福藤。 宋ぶり中、1941年から1949年、とその父母、早期雲夫婦は、州の生まれである。この地の有名な民間芸能に、竜琴都という芝居がある。計2週を鼓に類似したもので、新中国建国前やその後しばらくまでは盛んに、演じられた。この地の特産品は、銀南や一軸であり、特に銀南の実は1990年代。 以降様々に加工されている。ニンニクも海外に輸出されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。